世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りする動画はファラオの呪いの真相についてとなります。古代のエジプトでは王が亡くなるとその体をミイラにして魂が再び元の体に戻れるようにしていました。そしてミイラを納めた棺の周りを数々の宝飾品で飾り、盗掘されないように岩山が連なる王家の谷に隠すように埋葬していたんです。こうした話の中でも有名なものがファラオの呪い、ツタンカーメン王の呪いではないでしょうか。数多くの人が犠牲になったと言われているツタンカーメン王の呪い、果たしてこのエピソードはどのような真実が隠されているのでしょうか。ぜひ驚きの真相をお楽しみください。それではどうぞ。紀元前1333年、10歳という若さでエジプト第18王朝の王として即位し、9年間在位した後、19歳の若さで亡くなったのが有名なツタンカーメンです。死後、多くの財宝とともに王家の谷に葬られましたが、この王はそれから3000年以上経った20世紀、ある騒動を起こしました。それがファラオの呪い、ツタンカーメンの呪いとも呼ばれるものです。1916年、イギリスの考古学者ハワード・カーターは王家の谷の発掘を目的とし、カーナボン教の援助を受けて調査を開始。援助の切れる1922年、ついにツタンカーメン王の墓を発見します。しかしその直後から偶然とは言えない度重なる異変が起こり始めたんです。まずはじめに墓の入り口を見つけて喜んでいた発掘隊の目の前で、ペットのカナリアが古代エジプトの王の象徴であるコブラに食べられてしまいました。その後、入り口の碑文が解読されると、現地人の作業員たちは怯え、発掘調査をやめ逃げ出してしまいます。そこに書かれていたのは、王の眠りを妨げる者には死の翼が触れるべしという一文だったんです。さらに、ファラオの墓が発掘される前、エジプト入りしたカーターとカーナボン教は、町の占い師からも忠告を受けていたという話も。王家の谷へ行ってはいけない。もしファラオの怒りに触れてしまえば、あなたたちは大きな災いに飲まれて朽ちてしまうだろう、との忠告を受けたと言います。そして発掘の翌年、まさにこの忠告通りの出来事が起こってしまいました。これまで未洞窟だった墓からミイラや財宝を運び出し、今世紀最大の発見と一躍時の人となったカーナボン教は、原因不明の病にかかってしまいます。そして数日後、医師たちの治療も虚しく死亡。さらにその死の瞬間には、カイロ市内が停電し、イギリスにいた彼の愛犬もが倒れてそのまんま死んでしまったんです。ファラオの呪いとも言える出来事は、カーナボン教だけではなく、まだまだ続きます。彼の死から5ヶ月後には、義弟が死亡。さらに5年後には、カーターのパートナーであったアーサー・メイスも亡くなり、最終的には発掘隊のメンバーのうち、1930年までに22人が死亡。生き残ったのはたった一人だけという結末に。当時の新聞はこの不可思議な一連の騒動を世界に報じ、それを知った人々は長い眠りから起こされたツタンカーメンが怒り、関わった人間を次々と死に追いやっていると恐怖したのでした。このような災いをもたらしたツタンカーメン王の呪いですが、これを調べていくと全くのデタラメだったことが分かってきました。まず最初に亡くなったカーナボン教ですが、その死因は蚊を媒体とした伝染病から併発した肺炎だったことが明らかになっています。そもそもカーナボン教はスポンサーなので、わざわざエジプトに来る必要はありません。実は彼はもともと交通事故によって肺が傷ついており、ロンドンの霧と寒さが体に悪影響を及ぼすため、療養も兼ねて暖かく乾燥したエジプトにしばらく移住していただけでした。そして停電に関しても、当時のエジプトは電力供給が安定しておらず、停電が起きることは日常茶飯事。誰が死んだ時でも停電になる可能性はあったんです。その他の発掘隊も1930年までに死亡したと言いましたが、実は発掘隊メンバーは22人ではなく13人で、その中で実際に報道されたのはカーナボン教とメイスの死だけ。それ以外の人は意外と長生きだったんです。例えばメンバーの一員アルフレッド・ルーカスは1945年まで生き88歳で永眠。
ハリー・バートンは1940年に61歳で死去。カーナボン卿の娘イブリン・ハーバートに至っては1980年まで存命でした。一番若かったメイスにしても亡くなったのは発掘の6年後で54歳という年齢。中心人物のカーターでさえ発掘後17年も生きています。それではなぜこのようにファラオの呪いが世界中に広まってしまったのでしょうか。その理由がマスコミとカーナボン教の対立でした。ツタンカーメン王の墓の発見は世紀の大発見でしたが、当時カーナボン教はロンドンタイムズと独占契約をしており、情報を一社だけに独占させていました。そのため多くのマスコミはこのニュースを自由に報道できなかったんです。つまり他社がツタンカーメン王の墓の記事を報じたければ、ロンドンタイムズに情報の使用料を払わなければなりませんでした。このようにロンドンタイムズ以外は情報の速さが命の業界の中、そのおこぼれしか報道できていなかったんです。こうして世界中のマスコミはカーナボン卿への恨みを募らせていきました。そこへ突如として彼の病死の情報が入ります。これを各社がファラオの呪いに仕立て上げ、大々的に報道することで彼への恨みを晴らしたというわけです。さらにファラオの呪いが広まった理由には別の背景も関係していました。当時のヨーロッパはエジプトの美術品が展示されるようになり、この国に興味を持つ人が増えつつあったのですが、まだまだエジプトに関する正しい知識は広まっていない状態。この頃のイメージといえば、王家の墓には侵入者を拒む罠があり、亡霊やミイラといったものが徘徊し、最深部には財宝を守る怪物や悪霊がいるといった SF やファンタジーのようなものです。こうした領域に人間が入り込めば呪いが降りかかっても当然くらいのベースがあったわけです。さらにこれに追い打ちをかけ、作家コナンドイルが一連の出来事をファラオの呪いと断言したことで、でっち上げの話が拡散してしまったんです。そうなれば伝聞するにつれて尾ひれがつくのは当然でしょう。実は入り口の碑文、コブラに殺されたカナリア、占い師の忠告、これらもすべてマスコミのでっち上げでした。さらに犠牲者も調査と関係ないものまで次々と増え、外国の知り合い、大学の関係者、エジプトの一般人などまで増えていきます。こうして無理やりこじつけられた死が呪いとして広まってしまったんです。結局2002年にオーストリアの大学教授がファラオの呪いに関する調査を発表し、発掘隊を含めた関係者は全部で24名。そのほとんどが1930年以降生き、平均寿命は70歳という結果が分かりました。世界中が恐怖したファラオの呪いというものは、結局マスコミが面白おかしく作りでっち上げたもの。呪いが原因で亡くなったとされた人々は、ある意味マスコミの被害者だったと言えるのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。ファラオの呪いの真相についてお話ししました。発掘隊の中心メンバーだったカーターですが、1939年に癌で亡くなりました。しかし自身の病を呪いとは考えていなかったといいます。それどころか呪いが作り話だと知っていたのだとか。そもそもがカーナボン卿とマスコミが揉めたこと、そして発掘の直後に彼が亡くなったことが発端という迷惑な話という結果でしたね。また本編に一言だけ登場したコナン・ドイルですが、実は彼がなかなか厄介な人物で、いろいろな捏造事件を引っかき回した人でもあります。こちらはまた機会があればお話ししていきましょう。それでは今回はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。